はい、こんにちは、S です。今日ね、収録日1月16日ですけども、決算後株価下落警戒せよってね、内容でお届けしたいと思います。今日も最後まで見ていただいてね、いい動画と思っていただければ、ぜひチャンネル登録、そしていいねでね、応援していただけると嬉しいです。で、今日はですね、まあ、タイトル、決算後株価下落警戒せよっていうことになってるんですけども、まあ、まず1点目でね、タイトルはまあやはりちょっと一応大人の事情で強めにしてるんですけども、まあ、ニュアンスとしては、まあ、今まで Q3 と Q4 のケースはね、後でお話しますけども、業績の下方修正が続いています。なので、まあ、今回も業績の下方修正あるかもしれないよくらいの、ニュアンスです。私現時点ではまだ下がる下がらない下方修正があるあらないっていうのはまだニュートラルです。どっちも可能性あるだろうなというふうに思ってます。ただ Q4 の決算一部が終わりましたけど、今のところ無難にこなしているようなので、ひょっとしたらね、 Q4 の決算を超えて2月3月ぐらいに本当にね、本格的に株価の底が見えるとかね、まあ、そんなところも全然可能性としては十分あるんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあ、ちょっとその辺のね、考え方の分岐になるお話とかをね、ちょっとね、させていただければと思います。で、今週からね、いよいよ決算シーズンを迎えます。それはね、前回のノート書いた通り決算シーズンを迎えます。で、去年がですね、金利がね、マーケットを左右する、1年だったので、去年とかは FMC とか消費者物価指数、雇用統計にね、注目が集まりました。今もね、すごく消費者物価指数に注目が集まってますけども、これらが引き続きね、重要なのは変わりないんですけども、今後はね、相対的にやっぱ決算 EPS っていうところがやっぱ重要になってくるかなというふうにね、思ってます。この EPS の業績とかが、まあ、どこで下げ止まるかみたいなところがね、非常に重要になってくるかなというふうに思ってまして、で今年最初のね、ファクトセットがリリースされましたので、こちらをね、深掘りしていきたいなというふうに思ってます。で、今回の決算で、一番重要なのはこちらの、EPS の予想になります。2023年の EPS がどうなるか、24年の EPS がどうなるかというところが、まあ、一番決算では重要になるかなと思います。前からね、動画で何度も言ってますけども、株価っていうのは EPS×PER っていうふうに定義されますので、EPS ね、1株当たりの利益、まあそうですね、まあ、要はざっくりと企業がどのくらい利益を稼いでいるかということに対して、その利益の何倍まで株価が買われているかという、この2つの定義で、ね、決まっていくんですけども、当然その企業が会社が、まあ、利益を上げれば上げるほど株価というのは上昇していくので、この EPS×PL の定義において、この EPS、利益を稼ぐ企業が利益を稼ぐ力というのが上がっていけば上がっていくほど、株価が上がるというのは、まあ、直感的にも、ね、理解しやすいかなと思います。でこちらがその23年、まあ、今年1年間ですね、 EPS の予想がどうなりますかというところと、24年、来年ですね、もう、来年の1年間の EPS がどうなりますかというところの予想のトレンドになります。こちらの一番左は昨年の1月11日ですね、だから過去12ヶ月ってことになるんですけども、過去12ヶ月このEPS の予測値っていうのはずるずるずると下げてきてます。23年で、ね、今年の予想の EPS においても、一番高い時252ぐらいの時からもう、マイナス 8% ぐらい落ちてきてるんですね。なのでこのマイナス 8% っていうのは、一応株価イコール EPS×PER っていう計算式に当てはめれば、やはり株価マイナス 8% っていう影響は、まあ、あっただろうなというふうに言えます。はい、でこれらの EPS の成長予測が今後もね、ずんずんずんと落ちていくのであれば、当然株価っていうのは、まあ、下落するというか、まあ、伸び悩んでずるずるずる下がっていくみたいな、まあ、そんな感じになるかなというふうに思います。で、今回のね、動画のテーマである、Q2、Q3 の決算でね、 EPS の予想でドンドンって1回ずつ下がりましたよね。下がっていったので、まあ、今回の決算を超えたらやはり下がるんじゃないのっていうところがね、今回の動画の趣旨になります。すなわち、今からね、今週から決算本格化しますけども、まあ、決算ね、 S&P の500社 S&P に限れば500社の決算が発表されます。で決算が出て、 BS が出て、 PL が出て、でアーニングコールが出ますよね。でそれらの決算発表とアーニングコールを聞いた後で、アナリストたちが、23年も結構厳しい1年になりそうだなと、聞いてる限りはね、まだまだ業績の回復が遠そうだな、よし、じゃあちょっと EPS の予想を引き下げるかってなったら、やっぱ EPS の予想というのはずるずる下がっていきます。ただ一方で決算を聞いてね、なんか確かに Q4 の決算そんなに良くないけど、思ったよりも良くないけども、良くないけども、なんか思ったよりも悪くないなとか、まあ、今後の見通しだったりとか、まあ
為替だったりとかインフレのことを考えてみると、徐々に業績が回復していそうだな、思ったよりも悪くないなというふうに考えれば、 EPS 予測というのはここで底打ちしてね、株価もまあ下がりにくい状況になってくるかなというふうに思います。でこれ結局 EPS の予想がもう2回も下がってきたので、今後も下がるかどうかっていうのは正直開けてみないと分かりません。決算が終わってみてね、その後 EPS の予測を見ないとどうなるかっていうのは正直分からないんですけども、まあ保守的に考えれば2度あることは3度あるっていうふうにね考える方が自然かなと思うので、私自身は今のところ、今回の決算も EPS 予測っていうところがどんどんどんって下がっていってね、また株価が下がりやすい状況になるのかなというところを警戒しています。ただ一方でもうすでに一部の決算が上げてます、 Q4 の決算で。それを見る限りはそんなにいい決算ではないんですけども、ちょっと無難にこなしてる感じだなという気がしますので、まあまだ分からないですけどもね、今の決算のトレンドが続くのであれば、まあ EPS の予測っていうのはね、ここらでね底落ちする可能性もあるんじゃないかなというふうにね今は思っています。少しね一ついいニュースを言うのであれば、この Q4 期間に入ってから2023年の EPS 予測ってさらにズルズルズルって下がってったんですけども、ただ2024年の EPS 予測ってそんなに下がらなかったんですよね、この2023年ほどは。なので今この予測から見るには、どちらかといったらアナリストは23年に関しては引き続き少しネガティブな状況なんですけども、24年に関して言うと若干ね楽観的な予想してるのかなというふうにね思います。これちょっと後でねもっとお話ししていきます。はい。でここからねちょっともうちょっと詳細を見ていきたいなというふうに思うんですけども、こちらはですね2023年 Q1 と2023年の Q2 の EPS 成長率になります。実測値じゃなくて率になりますね。でこれが去年の1月の時点では Q1 と Q2 はまあ EPS でねプラス 9% とか 10% とかね成長するだろうと言われてたんですよ。まあそれが本当であればね株価ってすごく上昇するんですけども、ただ去年1年間を通じてなんと EPS の成長予測がマイナスに転じてます。なので今現時点で全てがアナリストの予想通りに動くということで前提にするのであれば、 Q1 も Q2 も EPS はマイナス成長するということになります。なので少なくとも Q1、Q2 ということで言うと、まあ、株価が、まあ、上がりにくい状況は続く、まあ、上がったとしてもそんなに大きく反発しないだろうなというふうに、ね、予測できます。ただ一方でこちら、1年ごとの、ねEPS の成長率を見ると、まずそもそも Q4 の決算は終わってないですから、去年1年間どうだったのということでいうと、一応プラス 5.4% EPS はプラス 5.4% 成長するというふうに今のところ予測されてますし、まあ、Q3 も終わったのでね、ほぼほぼこんくらいでいくんじゃないかなというふうに、ね、思って、まあ、去年で言えばね前半 Q1、Q2 の成長率は高かったので、まあ、そこで大きく貯金してね全体の成長率高かったんですけども、今のところ 5.4% で終わるんじゃないのということで予想されてます。ただ今年はですね若干成長率が鈍りましてプラス 4.3% ということになります。まあ 4.3% っていうと歴史的に見ればまあまあ高い方です。普通にこのまま業績 EPS の予想が底打ちしてね2023年、もう 4.3% 以上でしょうということになれば、株価はねまあ回復しやすい状況になるのかなと思うんですけど、まあその予測自体がねまだ下がる可能性があるので今のところこれはまだ警戒してます。ただ一方で驚くべきなのが2024年の EPS 成長率がなんと 10% というふうに予想されてます。うん、まあ、これもね予測なのでまた下がっていくことっていうのはあり得るかもしれないですけども、相対的に見れば今のところアナリストっていうのは23年より24年来年1年間の方が予想していくんだっていうことを予測しているみたいです。これはおそらくなんですけども、今年の年末からね来年の頭にかけて、利下げっていうところがまあね、フェドウォッチツールでも利下げっていうところが予想されてるし、FRB のメンバーもね来年ぐらいには利下げ、まあ、来年までは利下げをしないって言ってることは裏返せば来年は利下げするかもってことを言ってるので、まあ、来年になれば利下げしてドル安に進んで、それでもってね金利が下がればね住宅も良くなり車の販売も良くなり、いろんなところでね金が借りやすくなって景気も良くなってくるので、そういったところも含めて来年自体はまあ景気は回復するだろうなって今相対的には考えられてるみたいなんですよね。なので結構この EPS 成長予測がずるずるずる落ちてってるっていうところは結構重要で、私はこの落ちてってる成長予測がどこで底打ちして反転上昇するかっていうところに非常にまあ非常に気になってまして、もしこれが止まって反転上昇するようなことがあれば、まあ、先ほどのこれですね、これ止まって反転上昇するようなことがあればもう今年は 4% 来年は 10% 成長するという予測のもとにね株価が動き始めてるってことなので、
まあそういった状況であれば来年 10% EPS 成長するというのであればもう株はもう全然買いだと思うんですよね。EPS 成長 10% ってそんなに歴史で見てもなかなかないのですね。ないので、今回の相場が一旦底打ちして株価が上昇局面に入ると結構株価っていうのは回復するんじゃないかなと思います。10% 20% ね、全然回復していくんじゃないかなというふうに思うので、その時こそね、ナスダックだったりとか S&P とかね、絶好の、ね、投資機会が訪れるんじゃないかなというふうに、ね、考えています。はい。ただ一方で今のところ PR っていうのはちょっと限界値に来てるかなと思います。先ほどね EPS×PR だよって話をしたんですけども、現時点での PR は 17.2 です。こちらは1年後の EPS をもとに、1年後の EPS をもとに今の株価がね何倍の値段がついてるかってちょっと難しい定義になるんですけども、それは 17.2 と定義されています。で、今のところ 17.2 なんですけども、これからね株価がねじゃあどん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 って上がっていくんだっていうそういった、前提に立つのであれば、この PR っていうのは 18、19 ってねずんずんずんって上がっていくことになるんですよね。だから PR が上がる条件って、まあ、めちゃくちゃ業績がいい、もしくはやっぱ利下げが来るっていうことがやっぱ条件になってくると思うので、今明確にねまだ利下げが、そこまでね条件として入ってきてない、まだ FMC とか FRB とかが利下げしますよってことを言ってない、今は今 17.2 ってある PR、まあ、この緑の曲線が過去5年平均で、このちょっと青い点線が緑の点線が10年平均で青の点線が5年平均なんですけども、ちょっとね今まだ金利がこんだけ高くて利下げがまだまだ遠いフェーズで PR が17、18とね、あ18、19とねずんずんずんって上がっていくことはちょっとまだね考えづらいのかなと私は思っているので、まあこれはまだね2月のインフレとか3月のインフレとかがまた大幅にピークアウトしてね、もう FRB も緊急利下げってことがあれば話は別ですけども、現時点ではまだまだちょっと PR は高めなんじゃないかなというふうに思うので、やっぱ仕込むのであればね PR16 付近でね、仕込んでいく方がまあ勝ち筋なのかなというふうに思っているので、今現時点でね買うっていうのはやっぱまあ決算前でこの PR で買うっていうのはなかなかいい勝負にならないんじゃないかなというふうに思うので、まあ2月は下がりやすい季節ですしね、PR がやっぱちゃんと下がったところでね買いましょうというふうに考えようかなって私は今は思ってます。はい。こちらですね、こちらフェドウォッチツールでもね利下げは、今年の年末まで回ってますので、ちょっとまだね PR がズンズンズンって上がるっていうフェーズは早いんじゃないのかなと思ってます。それでもってその EPS も今年ってもうプラス 4. 数パーセントしか上がらない、しかも EPS 成長予測もまだ下がっていってる一方なので、こんな中で株価が上がっていくっていうと PR が 18、19 になるってことなので、今の状況下で PR がね伸びていってもやっぱショートに叩かれやすいだけなので、今はやっぱね、今年2週間株価上がってきましたけども、ちょっとね様子見をするの方がいいのかなって私はね考えてます。はい。まあ、最後ちょっと締めになりますけども、今回の計算でね一番重要なのは23年、まあ、そして24年のね EPS 速がやっぱりどのように変化するかっていうところが一番重要だと思います。まあ今年ね S&P ナスダックねどこで買う、いつで買うっていう話はあると思うんですけども、まあ少なくともね今回 Q1 の決算が終わってこの EPS の予測っていうところがどう変化するかを見てもね遅くはないと思います。はい、遅くはないかなというふうにね思ってます。今までの決算でね予測は段階的に引き上げ引き下げられてるので、まあ2度あることは3度あるってことでね、今回も引き下げをね警戒すべきかなというふうにね思ってます。ただ先ほども言いましたけども、今のところ決算はね無難にこなしてますので、でそろそろねドル高も一服して金利もピークになってくるので、見通しってところはね少しずつ明るくなってくるんじゃないかなというふうにね思います。このトレンドが続けばね23年24年の予測も下げ止まってね反転上昇の下地っていうところもね整ってくるのかなというふうに思います。今現時点では私はねやはり引き続き債券中心にね積み立てていく方針でいいのかなと思っているので、まあ、1月もね EDV にたくさん入れましたし、まあ、先月もね、先月は TLT に入れたかな、ちょっとまだ EDV を調べてなかったので、まあ EDV とか TLT なら債券を中心に入れて、もしくはね投資信託で債券というのもあるですし、まあ、2月もおそらくほとんど債券に入れていくと思います。ただ Q4 の決算が終わってね EPS の予測下げ止まりが確認できれば、まあね例えば債券7割の株ナスダック3割とかね、まあ、そんな積み立てというところもねあるかもしれないなというふうに、ね、今は考えています。買うのであればね2月というのは下がりやすい季節というふうに言われています、株価がねこの2週間上昇しましたけども、上昇し続けることはありえないので、やっぱしっかり押し目を買ってね待って買っていきたいというふうに思ってるんですけども、来月はね FOMC 雇用統計消費者物価指数とか、まあ、下がりやすいイベントというのはいくらでもあるので、まあ、そういったところでね押し目を待って株を買うのであればね、そういったタイミングでね買っていきたいなというふうにね考えています。
ます。はい、というわけでね、今日の動画良かったよと思っていただければね、引き続きね、チャンネル登録、そしていいねでね、応援していただけると嬉しいです。ではね、また次の動画でお会い、あ、こちらのノートもね、動画詳細欄に貼ってますんでね、ぜひね、ノートを見ていただくのも嬉しいですし、ぜひね、良ければね、ノートのね、フォローもね、していただけると嬉しいです。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。